失礼します。あら、おう、平塚先生と何か話でもあったの？進路についてちょっと。意外ね。あなたの場合悩むようなこともないと思うけれど。もうな。お前はどっち選んだんだ？え、何？どうしたの？あ、いえ、そうやって聞かれたのがなんだか意外で、あなたがそういうことを聞くのって初めてね。そうか。一応文系ということにはなっているわ。そうか。ええ、だから一応みんな一緒ね。ま、カテゴリーの上ではな。まあぶっちゃけ進路選択なんてどっちでもいいんだけどな。大事なのはそっから先だし。あら、平塚先生からの受け売り？勘がいいな。リアルに10年後の話をされたわ。10年。ちょうど平塚先生くらいの年頃ね。ああ、俺が平塚先生くらいの年になった時かな。どんな大人になるんだろうな。なんだか想像がつかないわね。本当にな。ええ、あなたは特に。